寛永16年に松江藩塗師棟梁として松江藩初代松平直政に招かれた京都の塗師片地谷清兵衛の次男であった初代が小島姓を名乗ったことに始まり、以後漆塗りの家業を継承してゆき、小島家五代の時の藩主である松平不昧公は執古祭の号を与えて好み物を作らせ、以来代々執古祭を襲名し、現在七代が継承している小島執古祭家。松平不昧公のお好み夏目の薄美ともいえる扇久夏目を写した本作。おそらく不昧公百年忌茶会で高まりを見せた不昧公顕彰の流れから制作されたお道具と思われます。